奈緒さんの時 の, あの、うん、YouTube でした話ももしかしたら出てくるかもしれないんだけれども、うんうん、ちょっとじゃあちょっとパンフレットとか見せてよ。そうだね、うん、これね家から持ってきたよ。これすごいよね、よく撮ってるよ ね、 ね、こんないっぱいね。撮ってないのみんな。いやいや撮ってるとは思うけど、こんな綺麗には多分撮ってないと思う、うんうん、だってベッドの下 の, あの引き出しに綺麗にしまってあるよそうなんだ、うん、すごいね。ごめんごめんごめん、なんか、うん、ディケード出てきちゃった、ね、これずるくない、ね、これでしょ、この8音だよ。ごめんごめ ん, ごめん、ディケード出てきちゃった。これずるいよね。ごめんちょっと紛れてたみたいで、ね、なんでさそんないっぱい出てんのマジで。あ、すいません、ずるくない。ちょっとこれ見ていい、これ、うん、これは8音だでしょ。8音だどこにいるの。8音だはね、あ、待って過ぎた、ここにどれ、ほら、これか、うん、ずるいわマジで。もう何個出てんの。石橋蓮司さんの横でね。ね、え、仮面ライダーにも出てるし、ゴーカイジャーにも出てるでしょ。ゴーカイジャー2回出てるね。2回出てるでしょ。ギャバンともう1個のやつがないな。何、スーパー、え、スーパーヒーロー戦記とか出てる。うんうん、ゴーカイジャーのあのなんだっけ、あの G3 プリンセスで出たやつなんだっけ、あの幽霊戦じゃなくて、なんだっけ、なんかそんなやつ。あー、なんか夏の映画かな、それ。なんだろう、そうそう、夏の映画。うわ、もうずるいわ、いっぱい出てるよね、本当に。タックルちゃん当時、広瀬アリスちゃんが13歳だったの覚えてる、うん、え、広瀬アリスちゃん出てんのこれ。そうだよ、私アリスちゃんと戦ってんだよ。え、マジで。そうだよ。え、これがそう。うん、そうだよ。マジか、タックルちゃん。すごいね、これテントウムシの人、うん、すごいいい子なんだよ。もう今はもう大女優さんだけど、はい、ね、私戦ったんだよ10年前、13年前。そうだよ、これ表紙になってる。表紙考えたらすごいな。本当だね。お互いこの湾曲のこのゴーグルがね、本当にね、うん、距離が分かんなくて、私こう長い剣でなんだけど、やばいです、殺すやつやん、殺すやつやん。そうで、お互いに雨のシーンで、うん、田崎監督だった、田崎隆太さんって、うんうんうん、でお互い雨のシーンで撮影上でこれでアクションやるんだけど、うん、本当にお互いアクションも慣れてないし、このゴーグルの距離分かんないしでもね、本気でぶつかってきてくださって、もう本当に助かったの、引っ張ってていただいて、やっぱ大女優さんだと思って。面白い。ごめんなさいね。いや全然全然。でも逆に俺これ初めて聞くから、ね、ディケイドの話は。そっかそっか、ディケイド ね。ディケイドはどう、あんまり接点なかったっけ。ディケイドはだってさ、ほら、うん、もうそもそもプロデューサーがさ一緒じゃん、うん、和野さんでしょだって。あ、そっかそっか。でしょ、だったからもうゴーンジャー終わってからなんですよ。そっか、うん、ちょうど。だから撮影してるところに一回だけお邪魔したことあるけど、うん、最初見た時のこのバーコード感はやばかったね、本当に。すごいバーコードじゃんって俺思ったもんね、ディケイド。本当にそうだよね、うん、及川のワンじゃんここに。そう、最近は実家に帰るとお帰りタックルって。これはアリスちゃん。あ、こっちだねこれこれ、私こっち。怪人を引き連れての更新は気持ちよかったですねいやもうさ、撮影とかでもさ、もう常に人引き連れてるわけですよ、なんかあのね、すごい嬉しい。ショッカーさんたちが私の後ろにずらーっているのよ。そうなの、何人かいるの。いいってやってくれるの。いいってやってくれるの。いいってやってくれるの。すごい嬉しかった。及川奈緒のいいが見れた今嬉しいねこれ。そうなんだ。でもさ、うん、も引き連れてんのはさ、うん、別にさここだけじゃないじゃん、うん、でスチール撮影の時だってさ、うん、俺のさ、うん、3倍くらい人いるしさ、うん、どっからいいんだよこの人みたいなさ、撮影所の人全員集まったんかくらい人いたからな、あそこに。大げさです。本当に本当にめちゃめちゃいたし。大げさです。あのあれですよ、さっきもちょっとこれは話したけど、うんうん、あの箱根じゃなくてどこだっけ、あの熱海、熱海のさ、ゴーンジャーのロケですね。で、ケガレシアがさ、もう本当このままの頭で入る温泉のシーンがあるんだけどそうですね、温泉のシーン、このシーンもめちゃめちゃ人いるしさ。いやいやいや、なんかあの時はでもなんか女性陣以外はなし、こっから先なしみたいな、荒川さんが言ってた。でも入ってたでしょ、でも入ってたでしょ、普通に。だっけ、だってそれはそうです、撮影のさ人がいい機材とか、ああそうですよね。いたいたいた、絶対いた。松村さんだったのかな、わかんないいたんでしょ、違うかなそんな他の人カメラ回せないでしょでも最小限だった気がする。本当に、うん、そんな今みたいな時代、うん、そうですよ。そうっていう感じだったもん。で、じゃあごめんね、ありがとう。こっちの話よりもほらほらゴーンジャーの話をさ皆さん聞きたいんじゃない。こういうのさ見るとさ、うん、やっぱあれだよね。で、俺ね、奈緒さんのシーンで覚えてるのがこれよ、うん、このさ、うん、ブンブンバンバン劇場版で、はい、これ皆さん覚えてます、これ夏の映画ですね。そう、レッツタカ、あのね、半田健人くん、はい、ね、出てくれて、はい、デカピンクもね、うん、そう、菊池さん、そうそう、菊池さん出てくれて、あとは春田さんね、うん、出てくれて、そうそうそう、もう特撮界のレジェンドですよ。そうだね。で、僕この回で奈緒さんのシーンでめちゃめちゃ覚えてるシーンがあるの、うん、奈緒さんがめちゃめちゃ包丁をこうやって振り回してやれやれみたいな感じのシーンがあるわけよ。
よく覚えてんね。覚えてるよあれ。そんなのあったっけ。ある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 。私あの本当はこの映画で京都に行くはずはなかった、うん、あそうだよね。だよね、うんうんうん、だけどなんか東京で終わりって言われて、うん、あ寂しい、皆さん京都行くのにいいなとかって言ってたら、でもさ、窓野さんも出てたでしょ、うん、で皆さん出て、三大臣出てたでしょ。あ、じゃあ三大臣は出てないか。なおさんと、うん、もう二人さ、うん、出ててさ、その声を当てたのが三大臣でしょ。だってどの話してんの。ほら、村人の役、あのサムライワールドの。あそうだそうだ、サムライワールドの村人の役だ。そうでしょ、やってたでしょ。そう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 。で包丁持って振り回してなかったの。あのハントとさ、うん、ちょっとなんか一瞬向き合う。そう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 、なんかいい感じのシーンになるみたいな、ま、そうそうそう、和服を着てね。そう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 、うん、そうそうそう、あったでしょ。あったよ、あのシーンで。奈緒さんがなんか包丁かなんか振り回してるのとでその時になんか多分操られてるかなんかか、そのなんか、そうだそうだだよね。そう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 。だけどその後に歌でゴーオンの時めっちゃ笑顔でゴーオンってやってる奈緒さん。そう覚えてる、すごい。なんかゴーンってさ、初めて多分やって楽しかったんじゃない。いや、そうだよね。だけどその包丁振り回してわーってなんかすっごい、なんか管巻いてる時とその時ゴーンって言ってる笑顔が違いすぎて、俺めちゃめちゃサイコパスだと思ってたすごいやばい人だなと思って。そうだって、この撮影してるこの時間って本当に1時間もないからね。この1時間でこのやばい、あの要は村人とめちゃめちゃ笑顔の村人ってやばくないですか。だから全然どっちも全然すぐ出せたんだろうね。いや、やばい、病んでたんだろうね。病んでたんだろうね。病んではないよな。だけど、うん、俺この時にすごく覚えてて、うん、今でも奈緒さんが教えてくれたことに続けてることがあるんですよ。何何何、実は奈緒さんこの時に、うん、あの京都で撮影だったんですけれども、うん、僕実家京都ってのもあるんで、はいはいはい、車崎神社っていうところを、そうそう、奈緒さんが教えてくれたんですよ。はい、そうですよ。そう、芸能の神様。で皆さん今ではね、車崎神社ってあんなに有名じゃないですか、うん、芸能の、ね、で玉垣って名前を書いて、そうそう、で芸能神社でって。でもね、奈緒さんがあの時に僕に教えてくれて、しかもお守りまで買ってきてくれたんですよ、僕に。そうだね。で、うん、そのお守りを僕買ってきてもらって、初めてここで車崎神社を知って、うん、今でも行ってるし、うん、行ってんの？今でも玉垣やってます。それは良かった。だからやっぱあそこに行ったら私も本当にびっくりするぐらい仕事が増えたの、うん、最初に行った時に。僕ザボーガーはあれ行ってからです、うん、本当。だから奈緒さんのおかげでもあるんですよ。いやいやいや、それはでもそれでちゃんと続けて行ったからだよ、自分で。そう、だから今でも行ってるの、うん、奈緒さんがのおかげで未だに俺行ってるし、うん、名前も未だにちゃんと書いてる。あ、もう私最近行けてないから申し訳ない。もう早く行きたい。今度一緒に行こうよ。だから、あ、本当に、うん、じゃあ奈緒チャンネルで行く。いや、全部 YouTube 全部 YouTube ほら YouTuber よこの人。当たり前じゃん、当たり前じゃん。どっか行くならもう会わなきゃ。 YouTuber よ。私 YouTuber だけほら先輩だからね。あ、そうだね、先輩。どこ行くにも直す、あ、そうそうそう、回さないと。ほら、だから、うん、今日は、まあ、ゴーンジャーの話もあるけど、うん、後でちょっと YouTube のさ、うん、コツとかさ、そういうの教えて。まあまあ、私が分かる範囲でよければ。いや、分かる範囲でそういいから。そうだから、この作品に関して覚えてるのは、うん、直さんがめちゃめちゃ包丁かなんかを振り回して、うん、包丁かちょっと分かるんだけど、なんかすっげー振り回して、なんか確かに思い出した、操られてて、なんかそう、ちょっと、しかもなんかこういうシーンがある。あ、なんかみたいな。そうそうそう、こうやってあのもう操られてるんだろうね。そう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 、そのシーン、分かりやすい説明のシーンがいや、本当にありがたいんですよ。で、これよ、これ、うん、このシーンで言うとめちゃめちゃ、これは真剣じゃ対ゴンザ。そうそうそう、うん、真剣。これの前、こっちが先だよね。あ、そう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 。順番で言うと、順番で言うとこっちが一番最初、激レンジャーと、あ、ゴンザと激レンジャーが一番最初。この時ってさ、でもさ、あんまり出てないっけ。奈緒さんこの時何してたっけ。私はもう覚えてないゴーンバーサス激励に関してはそんな覚えてない。そうなんだよね、まだ最初の頃だったんだよね、うん、このヌンチャクバンキみたいなのなんか、激レンジャーとの共演は俺ね、激レンジャーとのあれはめちゃめちゃ覚えてるのよ、うん、だけど奈緒さんとの絡みがほぼないからさ。私はないか。私でもほらほら、私ちょっと外で、外何してたのこれ。何してたの。ちょっと何してたのこれ。なんかただなんかそうさ、その辺にいた人が集まってるじゃないですか。なんかまあ、なんかポーズつけてるけどさ。まあ、でもさ、まだこれはさ、うん、本編始まる前だからさ、紹介シーンじゃん、うん、私たちはさ。あ、まあまあ、いや本編は始まってるよ。あ、本編始まってるんだよ。だってゴーンじゃんさ、もうほら俺こんなに髪の毛立ってるってことは、俺髪の毛のこの立ちが完成するの7話だから、これ7話以降なの。7話以降、もう髪の毛で分かるの。そう、分かる。夏以降だから、これ絶対だから。そうなの。多分夏以降だと思う。そうなの。だって始まったのが2月でしょ、うん、で大体半年くらいしてから、うん、あ、じゃあ撮影だからもうちょっとあれだよ、
ごめん、なんでもない、分かんない、分かんないわ。そうだね、これちょっと、ちょっと分かんないわ、この辺。なんとなく、時系列分かんない。多分この夏の映画よりも前に前だ、そっちがあって、これがあって、その後にこの真剣じゃ、そうだったっけっていう順番のはずですよね。これさ、すごいこれ、だってさ、うん、めちゃめちゃビル登ったんで、ちゃんとあのこういう釣りをやってビルを雑巾掛けするシーンが あったね、そんなシーン、そう、うん、あるんだけど、え、ワイヤーはさ、初めてなの、その釣られるの。いやいや、そう、初めてじゃないけど、うんうん、あのビルの清掃員のさ方みたいな感じでさ、しかもビルの清掃員はさ、ちゃんとこういうカゴに乗っかってんじゃん俺カゴなしだからさなんかめっちゃこれ落ちたら終わるなみたいなさ、めっちゃいい経験してんじゃん。楽しかったけどね。そうだよね、楽しかったけど。そう、だからやっぱ通して思うのはさ、なかなかさ、できないよ、うん、こんな経験、まあ、確かにっていうのが多いよ。私たち巨大化なんか一生できないと思って。巨大化してたね、そういえばなんか怒って、うん、それも熱海だよ。そう、熱海だ、うん、懐かしいわ。熱海のね、おばちゃんって言われて、おばちゃんって言葉にね、めちゃめちゃ敏感だよね、うん、怒るんですよ ね本当に。でもさ、うん、なんかさ、おばちゃんって言葉、汚れしはめちゃめちゃ敏感じゃん、はい、だけど奈緒さんってさ、うん、もう私は的な感じですぐ言うじゃん。そう、いやもう結構私もきついわよみたいな感じで言うじゃん、うん、だから何も変わってないよ。でも当時だってそ26とか27か、うんうん、27だから多分30手前でもうおばさんだと私は当時思い込んでたんだろうね。全然マジで今思うと20代なんか超若いじゃんね。いや若い若い、え、てか言っていいですか、マジであの時から何も変わってないですよ本当に変わってないんです。マジで変わってない。あの、見比べていただければちょっとバレるんですけども、すみません、はい、え、例えば今さ、汚れしは着るじゃん、はい、そしたらやっぱこの辺はちょっと出ちゃう、出るでしょうね。出る出る、あ、出るでしょう。ここの、ここのわー、分かりづらいんですけど、めっちゃここのお腹の横のこの部分はね、マジでね、日本酒でね、うん、日本酒で出ちゃう、出ちゃうな。この横の部分、このここね、ここ、ここね、そう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 、お腹ここ、そうだね、これ出ちゃう、出ますね、出るんだ、はい、なんか見た目は変わんないのよね、全然ね。いやー、多分感じもやばいんじゃないですかね。え、じゃあ逆にさ、はい、じゃああの時から14年経ちました、うん、14年経って、うん、例えば俺別に何も変わんないね、正直。でも確かに体ちょっとでかくなったかもしれないけど、うん、他何も変わんないんだけど、なんか変わったことある、うん、何が、例えばいろいろ変わったよ、私。いや違う違う、それはさ、あれじゃん、環境の、それはさ、なんか一回さ一回さ結婚してもうね、それを、うん、ね、お一人様になってそうそうっていうことでしょ、うん、いろんなことがあったよ。いや、それはね、それはね、うん、でもそう、まあそれはほら、俺言ってないから、俺から今、あ、そうか勝手に言ったわけだから大丈夫大丈夫。じゃあ奈緒さんが、うん、例えばほら体的にさ、うん、ここら辺がきつくなったよとかさ、だから浪川さんがさ言ったの、なんか俺はついになんか人間ドックに通うようになったみたいな感じで言うから。浪川さんって今おいくつ？46。ええ、そんなに若いの、見た目全然変わんないじゃん。変わんないでしょ、うん、そうだから俺なんかやってるでしょって言った、うん、だよね。で最近そのね、あの、仲良くさせていただいてる浅沼慎太郎さんも46で、はい、お互いめちゃめちゃ若いから、絶対なんかやってますよねって言ったら、うん、俺は何もやってないけど浅沼くんは絶対なんかやってると思うって言ってたんだけど。なるほどで、だって綺麗すぎるって言ってて、でも浅沼さんに聞いても何もやってないって言うから。何もやってないけど、でもそうだよね、人間ドックに行こうって思ったってこと。いや、そうだから言って、うん、そうで、なんかもういろいろガタ来てるみたいなこと言うから、うん、そうそう、ガタは来るよ。だって私だって一昨日ぐらいにさ、ペットボトルの水をさ、うん、持ち上げたらさ、もう腰ピキってやっちゃった。やだわ、そんなの。今ロキソニンテープ貼ってるもん。本当に嘘でしょ、うん、本当だよ。いや、もうなんかそういうの聞きたくない、青さんも。あるよ、マジで。そうだよ、なんかあるんだね。あるよ、ない？30代でしょ、なんもないよ。30代になってちょっと変わったなとかないの？だから太ったくらいですよ。だから太ったってか、なんかガタイがでかくなったから、だから背伸びた気がするんだけどな。だから言っていいですよ、奈緒さんが縮んだのよ、マジで。やだ、本当に縮むって嫌ですね。こんくらいしか差がなかった。なんか今もうこんくらいあるもんね。あ、毛がれしはヒールだからか。いやいや、そんなさ、俺たちさ、毛がれしやの時よりもさ、この人間体の方が合ってること多いじゃんそんな毛がれしやで合ってないでしょ、俺と奈緒さん。なんでだろうな、なんか、うん、なんか奈緒さんちっちゃくなったよね。ちっちゃくなったよね、うん、そんな気がする。縮んだよね、なんで、なんで、わかんない。それよくわかんない。ちょっと車崎神社さん行こうかないや、伸びないから、それ神社では伸びないから、別に。お仕事も神社では別に伸びないから、ね、そうでさ、はい、これよ、これ、はい、そう、このさ、真剣 VS この強音の時、この時で俺、奈緒さんのさ、めちゃめちゃ覚えてるのはさ、うん、
なんかやっぱ死んだじゃんね、一回ゴーンジャーね、ゴーンジャーの49話でね、そう汚しまくりタウン、汚しまくり隊員にさやられてさ、やられてそうゴーンジャーを守ってね、連れてよかったよ、そうでしょ、うん、でなんかもう本当に嬉しかった、汚れ出すとさ、汚れしちゃう、手届かないからさ、そう、さきちゃんが結んでくれて、ね、やってあげて、でしかもさ、あのレッドとイエローとブルーの3人ってさ、一番最初の、うん、そうそうそう、ね、一番の3人なんだよね、本当はゴーンジャーって3人から始まってますからね、うん、そう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 、その3人と一緒にいて、うん、なんか最後いられたんで嬉しかったですね、本当に、うん、一番さ、だから最後までやっぱあのシーンって俺もめちゃめちゃ寂しかったのよ、うん、悲しかったし、うん、なんかさ、ケガレシアってさ、もう最後の方からしたらさ、敵って感覚は正直ないんだよね、うん、俺たちからすると、うんうん、だけど途中から汚しまくり隊員の圧政により、 そろそろちょっと悪ちゃんとやろうみたいな感じに一回なってさ、いやそうなんだよ、ね、あのね、その辺はやっぱりね、プロデューサーの方々と皆さんとお話もさせてもらってて、でどういう風に最後終わるかってちょっと倒しづらくなっちゃったみたいなお話されて、いやでも悪なんで最後はやっぱり散るべきだと思いますっていう話を、だから自分たちでも散れないし、俺たちでも散らせないし、だから敵が第三者が現れて、本当の悪い人、悪い存在が現れてっていう感じだね。だでも汚したいんは倒したもんね。そう、汚したいんは、だから汚したいんはさ、だ途中さ、うん、悪をね、なんかまた元に戻ろうの心が強かったじゃない。うん、そうだね。だけどさ、2人はさ、汚したいんが変わったのおじゃるみたいなさ、もともと悪、なんか1話で衝撃満期をふんとか言ってなんか蹴ってたくせに、あんな人が汚したいんが変わったでおじゃるとか言ってなんかね、2人のトランプは地味ぞよとか言って、なんか汚いやつもなんかね、投げて、一人のトランプは地味ぞよみたいな感じだっけ、そうそう、なんかこうやってこっち側の顔とこっち側の顔で自分でやってるみたいなさ、うわー、そうそう、汚いやつの顔をちょっと見せましょう、汚ねえダスの顔ね、汚ねえダスの顔は、あ、ごめんなさい、ごめんねごめん、ゴーンジャーたち、はい、これね、このそうそう、汚ねえダスね、この汚ねえダスの顔がね、両面で右左で違うんですよね、そうで、この汚ねえダスが何々ゾヨって言って、で、汚したいは何々ナリーって言ってね、うん、そうそう、そうで、おじゃるっていう、私はおじゃるっていう、そう、うん、そうだからもう三大臣でございますがね、あれだからね、ゼンカイジャーでめちゃめちゃ似てるの出てくるから、あ、やっぱゼンカイジャーすごいね、そうびっくりする、めちゃめちゃ似てる、もう汚れやつかと思ったもん、あ、本当、うん、めっちゃ似てるやつが出てくるんだけど、まあでもそうだから、え、何の話だっけ今何の話してたっけ、なんだっけそう、あ、違う違う、そうそう、これで、あ、ごめんね、そうそう、思い出した、思い出した、で、それ死んだから、そうそうそう、こっちでは亡くなった手で出てくるんだよね、そうだね、で、ほら、奈緒さんさ、うん、なんか言ってたじゃん、その真剣者になった時に、うん、いつかね、やっぱ毎年、うん、バーサスがあるから、そう、バーサスがあるっていうのは分かってたんで、この劇レンジャー側の立場でゴーンジャーはね、そう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 、今度真剣者と一緒になるっていうのは分かってたんで、新戦隊とね、そう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 、うん、だから新戦隊のそのバーサスの時に、うん、私も呼んでもらえたらいいなって思って1年間真剣者を見続けて、うん、はいはい、サンズの川あるじゃんと思ってそのサンズの川で三大臣はその後暮らしてたって設定どうですかねっていうのをどなたかに言った気がする、あ、マジで、うん、え、そうなの、うん、え、それ何、誰に言ったんだろうな、私が密かにずっと思ってて、誰、どなたかに言ったと思う、え、じゃあそれもしかしたら奈緒さんの案で、うんうん、サンズの川から出てきたって、うん、だってあれ、ま、サンズの川でずっと暮らしてたみたいな、そう、そうなってただよね、うん、すごいね、あれ中澤監督だよね、 こっちで、ね、そう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 、だからその中澤監督がそう結構その辺乗ってくださったっていうの、すごいね、あ、もう時間がないよ、時間がない、え、マジで、え、やば、うん、嘘、もうそんな時間、うん、え、やばい、もうやばいじゃん、やばいやばい、そうそうそう、うん、そう、まあだからこの時に何が言いたいかって言ったら、奈緒さんたちはすげえチープな感じで、なんか変な、そう、白い三角巾を出てつけて、そう、つけて出てきて、最終的にゴーンの悪ノリで寿司屋の寿司の台を盗んで開けていくみたいな ね、だから真剣ゴールドとの絡みは ねあって楽しかったよね、あれ、うん、真剣ゴールドもなんか声なかったっけ、あ、なんかあった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 よね、あったあった、なんか毎回そういうのあるの、そうだ ね、一瞬なんか見つめ合う時間、ときめきの時間みたいなのがあって、そうそうそう、すぐときめかせるよね、ときめきかと思いきや、ただ、うん、そうそうそう、食い逃げしちゃうっていう、ね、そうそうそう、汚れしやの方は全く好意はないんだよ、ないんだろうね、惚れなきゃ後悔とか言うくせに、言うくせに ね、惚れさせといて、惚れた方が後悔だわ、逆にはい、ということでですね、あ、まあ、ちょっといろいろね、お話ししたんですけれども、はい、じゃあ、まあ、ここからはですね、ちょっと僕たちせっかくね、こういうグッズを持ってきてるんで、うん、ナオさん覚えてる、うん、あのゴーンスマイルプロジェクトでさ、はい、この
俺たちが例えばスピードでこう波川さんがね、はいはい、声を当てていただいたりだとか、はいはい、これに声を当てたりとか、なおさんもねこれにね、そうだ、キャラさんに声を当てたでしょ、やったやったということで、うん、この部屋なんと後ろにですね、うん、あの子供が遊ぶ、うん、そう子供が遊ぶ場所がありますありますね、はい、そこでちょっとあの遊びたいと思います。大の大人が、大の大人がしかも及川奈緒が遊びたいと思いますマジで、なんか俺は遊びそうじゃん、奈緒さんは絶対こういう企画じゃないと遊ばないじゃん、うんうん、そうだね、じゃあ遊ぼう遊ぼう、本当何の打ち合わせもないんだな